はい、こんにちは、笹田ヒカルです。新エヴァ、ブルーレイ &DVD 発売決定、おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。お久しぶりです。エヴァファンの皆さん、笹田ヒカルですけれども、なんと、発表になりました。来年の2023、3月8日。もう劇場公開からちょうど2年という、この素晴らしき日に、新エヴァンゲリオンのブルーレイ &DVD が発売決定いたしまして、2021年の3月8日が公開日なので、ほんと丸々ちょうど2年、発売決定しました。ほんとこれをすごい楽しみにした方多いんじゃないでしょうかね。で、僕もその一人なんですけれども、まあ、とにかく一言言って、とにかく映像特典がやばい。そんなもう、エヴァンゲリオン 3.0 マイナス46時間というね、マイナス 46H っていうのが必要な、他収録ということで、これがですね、本編、新エヴァの本編が1本なんですけれども、まあ、ブルーレイなり DVD がね、で特典映像でも丸々1本媒体がついてくるっていうことなんで、これちょっと容量やばないっていうことなんですよ。で、さらにこの特典映像タイトルですね、エヴァンゲリオン 3.0 マイナス46時間ということで、これちょっとピンとくる人いるんじゃないですかね。新エヴァ公開中に、まあ、途中で、来場特典として配られました、いわゆるあの新エヴァの薄い本ってやつあったんですけれども、その中にエヴァンゲリオン 3.0 マイナス120分っていう漫画がついた小冊子みたいなものが配られたんですけれども、まあ、それをちょっと意識せざるを得ないタイトルなんですよね。新エヴァの薄い本に載っていたエヴァンゲリオン 3.0 マイナス120分っていうのは、劇場版3作目エヴァ級の前日談的なもので、まあ、おそらくマイナス120分ということから、まあエヴァ級が始まる120分前、2時間前ですね、の様子を描いた内容で、まあ、いよいよシンジにこれから会いに行くぞ、宇宙にね、囚われているシンジに会いに行くぞっていう、まあ、アスカなり、マリなりのこう心境が描かれた、そんな内容でしたけれども、今回はマイナス46時間ということで、さらにその前のお話になる作品になっていて、しかも今回はですね、映像作品ですからね、漫画じゃなくて映像作品。これは楽しみ。2年待った甲斐があったという感じ。まあ、前回と同じように宇宙に囚われたそのシンジのところに向かうアスカなりをさらに深掘りするのか、心の葛藤みたいなものを描くのか、あるいはね、渚司令こと薫くんを描くのか、どんな展開になるかちょっと分かんないですけれども、エヴァ派とエヴァ級の間、空白の14年間に何があったのかっていう、そのね、エヴァ史の中でもこれ一番長い時間ありますから、まあ、そこを埋めるピースにもなるでしょうし、なんでしょうね、そこを見ることによって本編新エヴァの方にもちょっとなんかこう感情移入がまた変わってくるのかなという感じがしまして、非常に楽しみ。さらにさすがスタジオカラーさん、やることがすげえということで、やはり2年待った甲斐があります。で、新エヴァ本編はバージョン 3.0 プラス 1.11 ということで、劇場公開中にもバージョンがアップして、 Amazon プライムでそのバージョンアップ版が公開されてますが、さらにその上のバージョンということで収録されるということです。まあ、さらに、まあ、映像のクオリティを上げて、ということなので、多分画像のエフェクトとか、まあ、そういうのがかなり追加されてるんじゃないかなっていうふうにちょっと僕は見てます。まあ、あれからね、劇場公開終わってから1年半ぐらい経ちますから、その3月8日まではね、これは今ももしかすると最終調整なんかもちょっとしてるかもしれないって感じで、もう本当最後エヴァのね、最後飾るにふさわしい素晴らしい映像が待ってるんじゃないかなということで、まあ、これのバージョンが Amazon プライムで配信されるかちょっとわからないですけれども、もしかするとパッケージ購入者のみが見れるみたいなこともあり得るので、まあ、それはそれで非常に楽しみですね。まあ、クオリティの上がった映像、スタジオからの底力をさらにまた見させていただきたいなという感じでございます。でさらに販売形態ですが、ブルーレイ DVD の他にブルーレイ&ウルトラブルーレイというのもございまして、まあ、ウルトラブルーレイは、まあ、ブルーレイのさらに上、上位互換版みたいなディスクでして、4K に対応しているそうです。で、なかなか 4K 再生機って持ってる方いらっしゃらないかもしれないんですけれども、意外調べてみるとですね、次世代ゲーム機 PS5 とか、Xbox シリーズ S でしたっけ、ちょっと僕 Xbox 詳しくないであれなんですけど、まあ、最新の Xbox ですね、その辺の次世代ゲーム機でも再生できるようですので、まあ、そういうのお持ちの方もしかしたらいらっしゃればね、専用の何でしょう、
再生機持ってなくても PS5 とかで見れますんで、お手持ちの機械で見れる方はぜひこちらもっていう感じでございます。僕はですね、この発表を見た瞬間に、我らが Amazon で予約しまして、もちろんウルトラ DVD の方ね、あ、ウルトラブルーレイの方ね、はい、17,800円、特典付き予約させていただきました。今からですね、来年の3月8日が非常に楽しみということで、もうね、この1万円はですね、もうスタジオカラーさん、エヴァ制作者さんたちへのもうね、感謝の気持ちの1万円ですよ。はい、ポンと払っていきたいと思いますので、今からも楽しみにしたいと思います。というわけで以上になります。新エヴァパッケージを今から楽しみに待って、皆さんとね、また何か交流できたらなって思っております。はい、ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価などよろしくお願いいたします。それではまた次回の新エヴァパッケージを見た動画でお会いしましょう。ゲーム実況もやってますんで。興味ある方は見てください。それでは次回もサービス。